皆様こんにちは、スカイツリーの麓のところに来ております。浅草でございます。東インド尖閣歴史線、今日はですね、また前回に引き続き、この尖閣つつじさん、ツイッターフォロワー1万7000人の尖閣つつじさんにご協力をいただいて撮影しております。尖閣つつじです。よろしくお願いいたします。はい、今日は先生に歩調運動のことをお伺いしたいと思います。歩調運動ですね。蝶とは蝶魚島のこと、魚釣島ですね。はい、尖閣を守ろうという中国の動きについてお話しいただきます。はい、先生は96年から98年まで香港にいらしたんでしょうか。1996年から98年まで2年間香港付近におりました。その頃香港で歩調運動が始まったんでしょうか。そもそも歩調運動の始まりは基本的には1970年には一応始まるんですが、主には71年72年ですね。それは主にアメリカの台湾人留学生たちが中心となって始めた。その主役が馬英九ですよ。前台湾総統馬英九。香港で先生が見聞きした歩調運動についてお話しください。はい、歩調運動の歩は保護するの歩ですね。長魚島尖閣を保つと、実際ね、保つも何も日本のものなんですけど、勝手に保つって言ってるだけなんですね。ですから歩調運動というよりは脱調運動なんで、ダッシュする、あるいは何ですかね、尖閣ダッシュ運動なわけですよ。でも彼らはそれを歩調運動と呼んでいる。でその歩調運動が非常に激烈な状態になったのが平成8年1996年なんですね。なぜそうなったと思いますか。北越島にある政治団体が灯台を建てたという説もありますが、どうでしょう。日本青年社の灯台、北越島に建てられたのは何年ですかね。1996年だと思います。1996年ですか、平成8年、はい、そうするとじゃあ、その直後ですよね。いや、あれ私の記憶ではもうちょっと早くに建てていて、それでその灯台を日本政府が承認したのが平成8年だったんじゃないのかなと思ってたんですけど。そうだったでしょうか。その程度のことで、要するに何が言いたいかというとですね、そういう日本側の灯台を作る、あるいは灯台を承認するとか海図に記録するとか、そういった一連の動きは正当な、あれですよね、日本の主権の、行為であって、時々数年おきに一つぐらいそういうのはあるわけですよ。別に大きなことでも何でもないんですね。ですから、そこで歩調運動のきっかけになったってとすれば、その数年前の同じようなことについては、なんできっかけにならなかったのってことであって、別段そこで平成8年の東大とか関連の動きが、翌年、その年のですね、香港の歩調運動、激烈な歩調運動の原因となったわけじゃないですね。日本には何にも原因はありません。香港で生活されていて、テレビとかには流れてきたんでしょうか。歩調運動ですか。はい、それはもう激しくてですね、もう、いや、連日連夜、新聞、テレビ、全部朝から晩まで歩調運動ですよ。それは平成8年、1996年の時ですね、の、秋から、一つの、だからいつも通りのきっかけとしては、その年の8月ぐらいに、日本の、その日本政府が東大を認めるとかなんとかっていうのがあったんですね。で9月頃にそれが激烈な歩調運動へとなった。ただ前にも似たようなことあったんで、なんでそこだけ激烈になったのかということなんですけど、その時私いたわけですよ。というか、そういう、なんていうんですかね、香港返還に向けての、香港がいわゆる返還、本当は返還じゃないんですよ、もともとイギリス領であって、チャイナ領土になったことはそれまでなかったんですよ。返還という言い方はおかしいんですよ。香港主権移譲ですね。これが、これによって要するに香港という、英領香港という素晴らしい、主玉の島が、言ってみれば香港文化が滅びる、どうなっちゃうんだろうということで非常にこう関心があってですね、それで行ったんですね。私は2年間かけてですね、それを観察しろと。で、その時に、そしたら激烈な歩調運動に遭遇するわけです。
で、だから前にも日本の東大建設とかそういったことは時々あったのに、なんでその時激烈な歩調運動になったのか、どう思いますか。香港返還と関係があったんでしょうか。香港返還と、まあ、返還じゃないんですよ、香港主権移譲とですね、はい、関係があったというか、もう原因は日本が作ったんじゃないんですね。香港主権移譲、平成9年、1997年、これが原因なんです。まあ大雑把に言えばですね、これは香港の人も薄々分かっていながらあんまりほとんど口にしないことなんですけど、つまり香港が返還というか、あ、チャイナのものになってしまう、このことを香港人はすごく、まあ、嫌がっていたわけですよね。嫌がりながらも、まあ、チャイナに騙されて香港はチャイナであるって思い込まされてるんで、だから自分はチャイナ人だっていうふうに思っちゃってるんで、広東人ってのは、広東、もともと揚子江以南はもともとチャイナ人じゃないんですよ。広東人ってもともとチャイナ人じゃないんですよ。広東とかのもともとの民族語を2000年ぐらい前までの民族語で漢字を読んでいるだけなんですね。それはチャイナ東南部は全部そうです。ですから、あれはチャイナ人って自分で思うのはもう騙されてるだけなんですけど、とにかく騙されていて、で、香港がチャイナのものになる。これは否定できないんですね、彼らは。自分たちはチャイナ人だと思ってるから。そうすると、でも本当は嫌なんですよ。で、世論でもものすごい嫌がってて、チャイナに対して非常に批判的だったんですね。そうすると、でも香港返還というのは鉄則なんであるってことになってるんですよ。そうすると怒りの持っていき場がないんですよね。イギリスに対しては怒れないんです。だってイギリスが香港という島を香港文化を作ってくれたんですから。イギリスがなければ香港はただの漁村だったんですよ。そうすると、イギリスは香港の大恩人ですよ。イギリスに対して怒れない。チャイナに対しては結構怒ってたけど、でも自分たちはチャイナ人だ。これもなんか怒れない。誰か怒りをぶつける先が欲しかったんですね。そこで、魚釣り島。日本に対して怒ったわけですね。はい、日本がちょっとなんかしただけで、もう日本は悪いやつだってことです。すさまじい激しい。ちょうどそこで、魚釣り島の、東大に承認とかなんとか動きがあったんで、小さなきっかけがでかいものになったんですね。日本に怒りをぶつける、日本に対する嫉妬ですよ。日本は、彼らは要するに英領香港としてイギリス人であるという、アジアよりも欧米の方が偉いんだみたいな意識が加わってですね、自分たちは欧米の中でも一等国イギリスの女王陛下の臣民であると、なんとなく日本より上じゃんみたいな感じがあったのに、ところがチャイナ人になっちゃう、彼ら自身が偏見を持ってますから、チャイナ人になるってことは日本よりはるかに下になるってことじゃんみたいなね、意識があるわけですね。それはもう彼らとしては耐えられないわけですよ。で、日本に対する激しい嫉妬。でもこれ香港、当時香港の人とか、今でも香港の人にそれ言っても、いやそれは違うよとかつって言うんですけど、事実上それですよ。香港人が認めたくない真実。もう一つお伺いしたいんですが、中国の民主化と香港歩調運動というのは関係があったんでしょうか。これはですね、もともと台湾から始まるんですよね。で、さっき言いました馬英九が中心となって始まって、で、だから歩調運動が激しくなると尖閣取り戻せっていう話でしょ、まあ、尖閣、日本のもの、尖閣を奪えって話でしょ。奪うことができればチャイナ政府としては嬉しいはずじゃないですか、ね、なのになんでチャイナ政府は、チャイナ政府は一貫して歩調運動とかに対しては弾圧側なんですよ。で、馬英九たちもその時に弾圧されちゃって、中華民国蒋介石によって弾圧される。で、だから弾圧に抵抗する民主運動として歩調運動が最初から始まるんですね。そういう関係ですよ。でも変じゃないですか。そうですね。民主化、例えば、まあ、民主化もそうですけど、民主化しろっつって学生たちが騒ぐと、その言う通りに台湾でもチャイナでも民主化すれば良くなるんだから、それを弾圧する理由はないじゃないですか。はい、何だったんでしょうか。それだから尖閣と同じことです。それも最初から近代からずっとそうなんですね。五四運動とか大化21か条とか、そのあたりからも蒋介石は一貫して日本に対して弱腰なんですよね。
だって勝てないんですから、ずっと岩越しで勝てないだけじゃなくて、日本からいろいろいい文明的なものももらってる、日本を拒否するみたいな話じゃないわけですよ。ところが国内では日本みたいな昔からの野蛮国じゃないかっていう中華思想で、みんな民衆がね激烈に盛り上がっちゃってるもんだから、蒋介石とかに対してね、あその時は蒋介石じゃないですけど、まあ、遠征外だとかに対して怒るわけですよ。でだから日本に対して強気に出ればチャイニーナにとってはいいことであるはずなのに、チャイナ政府としてはそうはしないわけですよね。だから民主化運動側はそれに対して怒るわけですよね。同じパターンですよ。尖閣をチャイナのものにすればチャイナ政府にとっては嬉しいはずなのに、チャイナ政府はそれを弾圧するんですよ。これはだから昔からの戦前からのね、五四運動だとかなんとかね、大化21箇条だとか、あの頃から日本に対して欧米に対して弱腰、それに対して民衆が怒るというパターンが歩調運動でも同じパターンですね。だから基本的に歩調運動において政府、台湾政府、中華民国政府も中華人民共和国政府も弾圧側ですね。で中華民国側はある程度の自由があったんで、そうやって学生運動が起こり得たんですね。中華人民共和国は もっと激しいファシズムですから、全然学生運動なんかも起こり得ないんですよ。文化大革命中ですから、というか文化大革命そのものが学生運動、民衆運動、虐殺運動なんですけども、まあそういう流れですよね。ですから歩調運動に対してチャイナ政府とか中華民国政府は常に一貫して反対してるんです。最後に、香港主権移譲25周年7月1日に行われましたが、先生から香港についてメッセージをお願いいたします。あ、今年ですよね。はい、いや私ちょろっとニュースで見たっきり、あんまりちょっともうそのニュースを追ってませんでした。去年一昨年ぐらいは何周年っていうよりも、ほら香港市民がね最後の叫びを上げていたわけでしょ。もう香港が滅びる、その 大運動があったがゆえに何周年、20周年、20何周年、非常に関心を呼んでいた。ところが去年ぐらいでもうほぼ弾圧して、その、何ですか、香港何周年のということで反政府運動みたいなのも一切禁止になって、もう抵抗できない状態になったんですよね、去年ぐらいから。あの、周さん逮捕されまして、でもう、あの、運動から退出するということを声明出しましたよね。周何さんでしたっけ、女の学生の。周さん。周定さん、周定さん、周長さん、周長さん、どういう字書きました。庭ですね。あ、庭、周定さんね。はい、周定さんもね、もうそのこれは弾圧に抵抗できないということで離脱するという声明を出しましたよね。そういう悲しい結末なので、今年はもうちょっと世界全体も7月1日に関心の度合いはあんま高くなかったんじゃないですかね。でこれはまあもちろん大変香港を守るべきなんですけど、これ言い出すと香港の歴史全体の話になっちゃうんですけど、そもそもね、香港はチャイナのものじゃないんですよ、もともと。イギリスが最初の香港統治者です。だから、香港返還ってのは間違いなんですね。香港はもうイギリスは守り続ける、海外領土として守り続けるべきでした。それを香港返還だとかっていう流れ作っちゃったのは、サッチャーですよ。弱腰サッチャー。鉄の女サッチャーというのは嘘ですよ。弱腰サッチャー。サッチャーは多分香港はもともとチャイナではないっていう歴史をちゃんと勉強してないんでね、だからチャイナのものだから返さなきゃいけないって思っちゃって騙されたんですね。もうそこで大きな道筋ができちゃってるんで、全然チャイナのものでも何でもない香港をチャイナにくれてやるみたいな話になっちゃった時点で香港の悲しい運命はもう決まってたんですよね。でも香港の人たちは自身は当時はチャイナに帰るんだっつってものすごい盛り上がってたんですよ。これも騙されてたんですよ。香港チャイナではないのにチャイナだって思い込んでる。なんか知んないけどイギリスを批判すれば反政府運動みたいな感じでね。大体反政府運動ってのは共産主義とかに騙された形で、香港もそうですけどね、起こってくるんですよね。ああいうのは全部騙されてる。要するに都合のいい良い部分だけをなんか良さそうなね、例えばチャイナの香港がチャイナに帰ればいいことがあるぞみたいな嘘をつく、北朝鮮に行けばいいことあるぞみたいな、全部嘘ですよ。それによって反政府運動を盛り上げるっていうのは共産主義の常套手段ですよね。いいことだけを使ってね、騙すという人をね、人を騙すときにはなんか利益のありそうなことを言うわけでしょ。
これはもう全部ダメですよね、そういう流れの中に香港があったんで、だから香港返還の約束なんて、もちろん返還後の、一国二制度の約束なんてもちろん嘘っぱちに決まってますよ。最初から嘘っぱちですよ、あんなもの。そういう大きな流れの中で、まあですから責任は先進国側にありますよね。香港をチャイナにくれてやっちゃった、そんなバカなことをしちゃいかんですよ。香港はチャイナのものではない、もともと終始一貫してチャイナのものではない、これを堅持すべきでしたね。我々先進諸国の責任大ですね。イギリスがそれに気づいてなくても日本人がその声を上げるべきでしたねと考えております。その私平成8年から香港におりまして、香港の最後の末路を見届けたい、なんとかしたいというのもありまして、文明の終末非常に悲しむ、そういう気持ちで行ってたわけですね。そしたら思いもがけず彼らは日本に嫉妬するという方向へ行っちゃったわけですね。それでものすごい激しい歩調運動となって、朝から晩までテレビもね、新聞も朝から晩までやってるんですよ。それで怖くなっちゃって、でもそれを見届けようと思って、私はもう新聞も毎日のようにね、山のように買ってきたりしてましたけれども、でテレビ番組もね、録画したりね、いろいろしておりました。でもうね、街に出るのも怖くなっちゃってね、街に出たら日本人だって言うのも怖くなっちゃってね。それで一応私、まあ広東語でこうまあ喋るわけですけど、広東語、私漢字音研究してるもんだから広東語喋ると音だけが正確なんですよ。それででもあんまりスラスラっとはちょっと遅いんで、速度的に遅いんで、まあ日本人っていうのね、バレると嫌だなっていう感じもありながら、まあ街に出てね、あんまり声出すとなんか怖いっていう感じ、それぐらいもう朝から晩まで、それで新聞には投書とかが載って、なんか今どういう投書が載ってるかっていうと、香港の人がね、今私は日本企業で勤めています、でももう日本人が憎くてしょうがない、あれなんて書いてあったかな、殺してやりたいとは書いてなかったと思うけど、なんかすっごいね、ちょっと暴力的なことにまでほのめかすような、そういう投書が載ったりしてね、そういう投書をやっぱり新聞、大新聞もね、載せちゃうんだから、やっぱ怖いなと思って、ちょっとこう、怖い仲も、でも怖いもの見たさもあって、一生懸命観察していて、それが私の香港原体験、いや、尖閣原体験です。その時に新聞、テレビなんかに、チャイナの尖閣資料が、こう、嘘解釈で、ね、これまで話しましたように、嘘解釈で出てくるわけですよ。それを見てね、あれ？その時は、ね、もしかしたら法的には日本だけど文化的にはちょっとチャイナなのかもしれないな、尖閣はって思っちゃったんですね。確かめてみたいなと思って、でその後尖閣資料原文を拾い読みしていくうちに、どんどん読めば読むほど、あ、なんだこれ全然チャイナじゃないじゃないかと、最初からもう琉球の書物に、琉球地理の書に入ってくるし、案内したって書いてあるし、あちらの国境線も尖閣のはるかに西にあるし、あらゆる面から全くチャイナではないわというのが、もう研究すればするほど分かって、そこへ漁船衝突事件、平成22年ですかね、起こりまして、で漁船衝突そのものは大したことないと私は思ってたんですけど、ところが漁船長釈放事件ですよ。これに驚いて、これはもう日本は滅びると思って、本格的に尖閣研究を始めて10年余り今に至っているというわけなんですね。以上ちょっと補充させていただきました。 いかが思われますか、尖閣つつじさん。先生のご研究がよくわかりました。ありがとうございます。動機からしてね、よくわかられたでしょう、はい、どうもありがとうございました。じゃあ前半これにて終了といたします。失礼いたします。Thank you.